れね、コロナであって本当に良かったと思うのは、こうやって一人二人ずつお会いしてきたんでね、で覚えていた、ね、そしたらね、インターネットで例えば田村正和を検索します、ね、スマホでもいいから、そしたらね、田村正和さんとセットで出てきます、ね、田村正和さんは知ってますよね、あ、お客様ようこそ、田村と言います、知らなかったでしょう、ね、覚えてあげてくださいね。それで田村正和の方に入っていくと YouTube が広がってるんですよ、ね、今の子供たちの憧れの職業は YouTuber、ね、私も頑張って YouTuber になろうとして、この間やっとね、チャンネル登録者っていうのが1000人になりました、ね、まあ、まあ、1000人なんかあもうあのこの世界じゃ屁みたいなもんなんですよ月にね30円とかねまだそんなもんなんですけど、ただやっぱり一応その仕事として YouTube を展開できるようになった、それでまあ喜んでおります。そういうわけでね、お客様も時々ねお家帰ったら YouTube でね田村まさかね毎日の様子ね、ご覧になってください。そしてチャンネル登録ねよろしくお願いします。そうそうそう、友達にね言ってみたらいいですよね。あ、お家帰ったら友達ね、あなた田村まさか知ってますかね、知らんって言いますからね知らなかったでしょ、ね、知らんって言ったらね、あなた田村まさか知らないの、ね、突き放してやる、ね、そしたらお友達は心配になっちゃうね、みんな知ってるのに自分だけ知らないのかなってそれでね、インターネットで検索します。 Google 先生は答えてくれますね。田村まさかずさんとセットで出てきてね、まあ、そういうわけですね。さて、もう時間があんまりないんですけども、私はアルバムがね10枚出てね、これアルバム10枚っていうのはね、実は音楽家としてもねそこそこ大したもんなんですよ、ね、で大したもんなんですよ、自分で言ってるのも情けないんですけどね。まあそれでオリジナル曲が結構いいのがありましてね、残った時間はオリジナル曲を、あ、まだこんな時間だ、まあいいや、オリジナル曲ちょっと何曲かやらせていただいて、それからまた、クライマックスちょっとなんか違うと考えましょう。優しい気持ちになってくれると思います、G スプリング、聞いてください。7000円ぐらいで売ってるから、ただね、結構音痴なんですよ、音痴な状態で売られてます、だからね、私の名前使っていいから、田村まさかが言ってたんだけど、音痴じゃないやつちょうだいね、
そうしないとね、実は店員さんも知らないわけ、悪気全然ないんだよ。知らないよね、やらないからね。だから、ね、普通に買ったらね、3個とか5個買って、まあ、なんか使えるのがあるから、その中にね。まあ、そういうこともあってね、これはちょっと1個8000円になるんですけど、私のはね、調律して出荷してます。だからもし、音楽に心得がある人、まあ、心得なんかなくてもいいんだけどね、オカリナをね、やってみたい人は、これはチューニングされてますからね、しっかりと演奏用に使えますよっていうのを用意しております。まあ、別にね、買ってくださいっていう話とまた違うんですよね。さて、オリジナル曲をね、いくつかちょっと続けたいと思います。F スプリング、さっきは G スプリングだったんですけど、 F スプリングを聴いてください。大変なんですよね、練習するのもね。オカリナは簡単です。だからお客様もね、オカリナ始めてみたら、一番達成感が得やすい楽器かもしれませんね。簡単な曲やったらいいんです。というわけで、1分間で分かる、ね、オカリナ講座をやってみます。すごいですよ、1分ですから ね、 ね、いきますよ。もうメモなんかしなくていいですから、ボーッと聞いていいですからね。親指は両方裏に穴がありますね。残りの4本の指は表です。右手が下。この持ち方は縦笛とかね、リコーダー、クラリネット、サクソフォン、みんなこの持ち方ですよね。まあ唯一全ての指に穴が、役割があるね。それがちょっと忙しいだけですね。この持ち方ができたら OK です。OK。ね、なんでかって言ったらね、ドレミファソはね、表の指を順番に離してみたり。いいでしょ、覚えなくてもいいよね。でシャープもフラットも、まあ、もうちょっと勉強したらね、シャープもフラットも全部出るし、音域だってめちゃくちゃ広いです。めちゃくちゃじゃないですけどね。ね、結構音域が広いから、いろんな曲に対応できてるんだよ。1分で分かるオカリナ講座でした。やってみてください、ね。多分ね、お客様の各地方で今結構ファンが多いから、教室があると思うからね、
やってみてください。その教室がね、まあ、優しい先生がいたらいいんだけどね、厳しい先生がいたらもうそんなんやめちゃって、ね、私の教室に置いてください、ね、飛行機乗ってそうやってね、みんなうんうん言ってるけど、来た人まだいません、まだいません、ね、まあいいんですけど、私はね、優しく教えしますからね、さて、ね、オリジナルもうちょっと聞いてください。途中でね、そのアルバムでね、ベーシックシーンというのができたんです。この1、2、3なんですけどね、私の音楽の原風景はモーツァルトでもショパンでもなかったね。ばあちゃんが歌ってくれた童謡だった、ね、童謡とか唱歌、そういったシンプルな音楽だった。そういうのがどうも頭に入ってるね。だからオカリナがぴったりなんですね。そのベーシックシーンのアルバムの中から、おぼろっていう曲をちょっと聴いてください。来てるでしょ、ね、もしね、初めての北海道でこの、ね、道東を狙ったって言ったら相当センスがあります、ね、だから帰ったら、ね、友達に言ってくれた、あんた北海道、行ったことある、行ったことあるって、ね、どうせ札幌、函館、小樽だから、ね、やっぱりこっち狙わなきゃいけない、ね、それで知床あたり行って熊でも見てくれですね。まあ、まあ、運がいいと見れますけどね、
ね、最近結構クマが出てくるみたいですけどね、相手しちゃダメだよ、ね、まあね、さあもう一曲だけそのオリジナルと付き合ってください、後でまたヒット曲いっぱいありますからね、夏の終わりのセレナーデ、これも好きな曲なんですよ。オリジナル曲を、ね、聴いていただきました。本当にありがとうございますね。